あったね。今年はなんとより臨場感を味わっていただくために、単純に忘れてただけですけれどもね、なぜかこう横棒がないんで、あの皆さん、ちょっと小さいお子さんいっぱいいらっしゃいますが、十分ご注意ください。いいですかね、万が一のことがあると明日の新聞の3面記事に載っちゃいますのでね。いやーここね、なんかもう恐れ恐れながら答えてますが、トライアル見るの初めて、2回目、みんながもうトライアルデモンストレーション、まもなく時計の針は30分になるんじゃないかなと思います。あと2分ですね。だいぶその辺も苦しそうですね。大丈夫ですかね。とりあえずこの30分間だけ集中して、ショーが終わったら急いで屋内にね逃げ込んでください。さあ、それじゃあ、ライブ今日もねたくさんのお客さんお見えになってますが、ちょっと注意事項だけご案内します。ライブは常年組み合ってくださってください。それから、こちらの皆さんおめでとうございます。このショーの一番いい席はここです。おめでとうございます。別に向こうも悪いって言ってるわけじゃないですけどね、皆さん今から移動すると、はっきり言ってちょっと無理ですかね。のショーは向こう側に早めにねスタンバイをしていただきたいと思います。さあ、こんな感じで、というか花粉症待ってますが、今日も思う存分オートバイの楽しさ、走る喜びを皆さんでね、味わっていただきたいと思います。いきなりなんか記念撮影始まってますね。大丈夫ですか。さあ、それじゃあ一発で、皆さんのね元気な声を聞いてみたいと思います。皆さん元気ですか。なんだこの重い範囲は。もっと元気よくはいって言ってほしいですね。なんかみんな元気ないんじゃない。もっとなんかこうあったまった方がいい。 OK、 じゃあちょっとなんかね太陽一応出てるんですけど、もっと元気な太陽を見たい人、もう毎回来てる常連さんはすぐ分かりました。はい、それじゃあ太陽をもう一個下ろします。こんにちは。さあ出ましたね。なんかあの辺で冷めた目で見られると結構心が痛むんですが、さあいよいよ、太陽今日2個出ました。おもろむ歌って踊って騒いで、皆さんで楽しい思い出作っててください。さあ、ではいよいよ準備 OK、 スタンバイ OK です。まずは皆さんの大きい手拍子をどうぞ。クモOK!Welcome to 第40回東京モーターサイクルショー、いよいよおめでとうトライアウトデモンストレーション。まずはライダーの入場です。トマトは野本義明をロックマン。さあ、去年は世界戦に達成して、パワーアップしました。それやるか一のナンバーワンイケメンハンサムボーイ、ナンバーで押し上げヨッシーにもう一回 OK、 拍手を入れるぞ。さあ、続いては今日は非常にかっこいいイタリアンのイメージで登場です。世界ナンバーワン成田凌。今シーズンからなんとマシンの方がねデータに変わりました。ウェアの方もイタリアンのウェアでね、非常にかっこいいスタイリッシュなそんなレーディング。さあ、そしていよいよメインイベントはもちろん日本人として初めて世界の表彰台に立った男、2年ぶりに帰ってきました、成田拓実。さあ、ではまずは皆さんの大きい手拍子止まってませんか。
お聞いてみまして、まずは軽くフリー走行からいってみたいと思いますが、いかがですか？オーライ、じゃあフリー走行いってらっしゃい。ゆっくりとフリー走行が始まってきました。人間が発明したオートバイという武器を使って第一線の本格ニュートンが発見した万有引力や遠心力に戦いを挑んでいきます。ちょっとしたアクセルワークブレーキング、さあまさに人馬一体ということがありますが、人間が作ったマシンを使っていよいよ走る芸術がいよいよ開演です。 Alright, you go guys, go for it!日本を代表するトップライダー3名、もちろん野本義明は現役ライダーとして去年なんと世界選手権にも参戦してきました。ヨーロッパ、さあみんな騒いでるところにライダーは寄ってきますよ。地味に見せても来ませんよ。さあ今日も何でもつけ何でもあり、歌って踊って騒いでバイクも楽しそう、みんなで一緒に交流していきましょう。さあ VIP ルームの皆さん元気ですか？すげえ選挙みたい。さあでは一旦、メンバーはねオカステクニックを使って早くも VD を行っていますが、もう一回メンバーの方を紹介していきましょう。改めてメンバーを紹介、まずはトライアル界一のイケメンナンバーワンライダーです。さあこの選手のファンも今日はたくさんお越しになっていると思います。去年世界選手権に参戦して見事パワーアップしました、ヨッシー野本義明。喋る、さあそして日本のトライアル界のもう、大御所という感じですが、まだまだ現役としてね、いろんな大会、そしてトライアルの素晴らしさ、バイクの面白さをね、皆さんに伝えてくれます、成田凌。おはようございます。よろしくお願いします。さあそしてもうトライアル界でこの人を知らない人はいませんね。日本人として初めて世界の表彰台に立った男、去年は初犯の事情にちょっとお休みしましたけども2年ぶりに帰ってきました、成田拓実。どうも皆さん、いつもここにお越しくださってありがとうございます。今日はよろしくお願いします。さあといったわけでね、2年ぶりなんでね、みんなも結構ねパワー、溜まってます。しかも、全日本がこの間第一戦が中止になったということで、ある意味今日はもうオープン戦ですよね。はい、今日も皆さんで思う存分楽しんでください。さあそれではですね、まず、さっき見ていただいたフリー走行に続いてトライアルという競技見たことがある人、じゃあ今日初めて見るという方、結構いっぱいいますね。じゃあまずは匠君、やっぱり基本は一番基本ができないとトライアルがまるでできないっていう、そういう意味ではないんですが、やっぱり車両の上でこの、バランスを取るっていうすごく重要な感覚です。これをちょっとこう試すために、遊びの要素も含めてやったんですけど、やってみたいと思います。さあそれでは時間が止まったスタンディングステルトライアルの一番ベーシックである、テクニックですね。痛いぞ、手を上げないわけにいかないですね。では最初は匠君からいきますか。世界のスタンディングステルへどうぞ。さあ今バイクにまとまってストップします。さあここからです。この止まった
状態で何もやらない。トライアルという競技は足を地面につくと減点、まあ減点というかね、1点ずつ点数が増えてしまいますので、いかに足をつかないで止まった状態でいるか、トレード全部のテクニックの基本です。ある意味この何もやらないことを僕はあえて走るコースプレーと呼んでます。みんなの拍手がないと明日の朝までやってますよ。はい、ありがとうございました。さあ、それではお母さん、やっぱり匠君も匠君もいいけども、やっぱイケメン見たくないですか？はい、じゃあお母さんのリクエスト、お姉さんですね、お姉さんのリクエストに応対して、トレイアル界一のかっこいいハンサム界、ヨッシーのスタンディングステージ行ってみましょう。どうぞ。さあ今行きます。もうお母さんの目の前でジャックナイフも入りました。さあしっかり片足でバランスを取りながら何もやらない。でもこの何気ない、なんで何気もないことが実は一番大事なんですね。普段の生活と一緒ですね。さあもう一回言いますが、みんなが拍手をするまでずっとやってます。このまま30分スタンディングっていうのも一回やってみたいですね。30分間何もやんないでしょって見たい人、絶対だな。よし、じゃあ今日2回目やるかもしれません。さあそしてりょうくんにもちょっと見せてもらいましょうね。今年からマシンがりょうくんはこれ 300cc300 のベータのマシンに変わりました。あ、懐かしい。昔あのボンドの CM こんなのあったっすね。あ、今笑った人は間違いなく昭和生まれですね。平成生まれは分かりませんね。あれはね、工藤さんっていう有名なね、トレイルライダーだったんですよね。 Thank you! スーパーパフォーマーね。こういう風に、まあ一番基本になるベーシックテクニック、スタンディングスティールなんですが、あら、意外に簡単じゃんと思ってる、そんな方が若干いらっしゃるようなので、今日はですね、ここで今日はちょっとお客様にこのスタッフィングをやってもらおうかなと思います。やってみたい人、はい、どうぞ。こんにちは。あ、結構ノリいいですね。こんにちは。こんにちは。オートバイは乗っていらっしゃいます？今乗ってない人です。はい、すいません、ちょっと前乗ってました。あ、昔ちょっといたずらしてる頃。はい、ありがとうございました。以上は個人情報保護法に基づいて追求しないようにします。さあ、それじゃあ行ってみましょう。とりあえずまずはまたがってみましょうね。安全のために一応エンジン切っときますね。万が一があると怖いんでね。さあ、それじゃあ行きますよ。ちなみに自信はありますか？ないです。ないです。じゃあ皆さん何秒ぐらいね、止まった状態でいられるか、皆さんで、ね、一緒に、秒数を数えてみたいと思います。いきますよ。1についてよーいスタート。1、はい、終了。はい、1秒。いや、もう1秒持っただけでもすごいですよ。はい、どうですか、意外に難しい。難しい、ね、でも女性はやっぱり難しいと言っても何か物ももらえると頑張っちゃう。頑張ります。頑張っちゃいますか。じゃあよし、あげちゃっていい？はい、じゃあ何秒にする？10秒。10秒でいいの？あ、いいんだ。はい、今日はじゃあもし10秒間止まっていないから、ヨッシーのこのマイクをプレゼントします。イエーイ。もう完全もらった気分ですね。ま、結構みんな笑顔で安心してますが、まあわかんないですけどね、奇跡が起こるかもしれない。じゃあいきましょう。位置についてよーいスタート。いー、まだ始まってません。で、あ、よーいスタート。1、いやー 1.5 秒。やっぱ女性は物がかかると 0.5 秒だけ頑張れましたね。ありがとうございます。これをきっかけになんかバイクって意外に難しいけど、でも楽しいかもしれませんよね。はい、楽しいです。また乗ってみますか？乗ってみたいです。ね、いろんなメーカーの、ね、ブース出てますので、はい、ぜひ選んで帰りたいと思います。はい、行ってみてください。ありがとうございます。皆さん大きい拍手をどうぞ。ありがとうございました。まあある意味普通にバイク乗る人にとって乗ってますからね、
びっくりしましたね。もう2時間待ってくれたお父さんのために。さあそれじゃあいきましょう、今のスタンディングステレオを中心に今度はですね、じゃあみんなが一番知っているウィリーぐらいからゆっくりとステップアップしていきましょうか。みんなの拍手がないとやってくれません。ありがとうございます。さあ行こうか行こうか、有効ゲストポーリー。まずはみんながよく知っている前輪を上に上げて走っていくウィリーさんと行ってらっしゃい。Hey, what's up? Thank you for waiting! さあ、自分の目の前を通ったら手を高く上げてウェーブ作っていませんか。ゆっくり回っていきますよ。目の前を通ったら手を上げて、おっ、いいぞ、でかいウェーブ、いいぞ。 Thank you! いいっすね。さあ、まずは誰でも知っているウィリー走行、ゆっくりと角度が上がってきます。みんなの拍手があればもっともっと角度が上がってきますが、さあいよいよ例の直角ウィリー行くのか、決めてるか。見た見た、直角もう分度器いりません。90度、もう一回見たい人。さあジャイアントウィリー、今度は成田亮。オールライト、いつ見てもすごいな。完全に直角90度、説明ジャイアントウィリー、直角ウィリー、見事。さあ今度は逆です。今度は後ろのタイヤ、リアタイヤを上げて前輪で止まっていくジャックナイフ、いきましょう。まずはジャックナイフでストッピー、正式名称をストッピーとも言ってますけどね。さあ名前もかっこいいが演技もかっこいいジャックナイフ、見事な寸止め。さあ自分の目の前に来てほしい人は手を振ってアピールしてください。はい、来ました、3番テーブルご指名です。今日はね、何かも言いますが横棒がないんで逆に臨場感あるでしょ。万が一怖いですよ、特にあのヨッシーは。ちなみに今日はあの匠くんのバイクは借り物です。あのさっきブレーキ調整してもらったんで、たくみくんちょっと今日気をつけてください。けどさ、はい、さあ8番テーブルご指名、お姉さんのところに来ました。さあみんなこっち、いまいち電気ないように感じるんですけど、さあこのショーは見るショーじゃないです。みんなで一緒に楽しむショーです。もっと歌って踊って騒いでガンガン盛り上がっていきましょう。さあ、ご機嫌なジャックナイフ、ストピー。ジャックナイフターンで体勢を入れ替えていきますね。トライアルという競技は山や川や自然の中でいかに足を使わないで、走っていくか走行していくか、それを競う競技です。そういったわけで、こういったスタンディングスティリア、ジャックナイフやウィリーや様々なテクニックを使って走破していきます。走る芸術、走る格闘技、トライアル。さあ今度はホッピング行きましょうか。フロントホップ、リアホップターン行ってみましょうか。さあ今度はサスペンションをうまく使ってホッピングしながらターンをしていきます。ジャックナイフ気味ですけどもね。さあフロントホップ、リアホップターン、小刻みに刻んでいくダンスティングターン、ホッピングターンというのもありません。完全に MC の進行を無視してくれました。ありがとうございます。さあそれじゃあ今度はみんなの目の前にある人工のオブジェ、スロープを使ったフローティングターン、もしくはエアターン、行ってみましょう。まずはヨッシー、野本義明、前輪が大きく上がってヘビが、台車が獲物を狙うように、ゆっくりのフローティングターン、安定感ありますね。さあそして横は飛んでますね、完全にリアタイヤも浮いてました。エアターン、エアターン、見事180度。さあもう一回行こうか、成田拓実、エアターン、見事な、ね、180度、でかい。なんと今初めて兄弟移動して首都高速が見えました。 OK、 見事です。さあここまで行ったら当然あの上が空いてますね。あれ反応がないな。上に登っちゃいますか。
いっちゃいますか。じゃあ難しいで、もう一回みんなの大きい手拍子をお願いします。カモン。オッケー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 。まずは成田たくみ、ゆっくりと上がってきます。マシンの 125cc ガスラスのマシン、ゼッケンナンバー2。そして今度は横にある階段を降りていきますね。5段階の階段をゆっくりと刻むように、安定感のあるライディング。さあそして最後はどうやって降りるのか。降りんじゃん、元気。さあ続いて成田凌、ゼッケンナンバー1、いってらっしゃい。イエーイ。エアータンゲームにしっかりとメイク。さあそして何回も言いますか、足は一切ついてません。サスペンションを使いながら今度はスロープジャックライフで降りてきましたね。かっこいいですね。さあそしていよいよお姉さん来ました。お姉さんの大好きなイケメン野本義行選手。でかい。さすがかっこいいメンバーは何をやってもかっこいい。さあそして今度は階段の方を降りていきます。 Thank you! スーパーパフォーマンス、もう一回 OK、 拍手をどうぞ。さあそして今度は逆側、真ん中でイメージだけしてください。さあそれじゃあ直角の90度の壁をまずは成田たくみ登ってきます。後輪から当てていく匠スペシャルというね、そんなトリックもありますから。さあ今日はどんな風に上がっていくのか。さあみんなもう一回大きい手拍子をどうぞ。カモン。オッケーオッケーオッケー。オーライ、難なく通過。さあ今度は階段5段階、別名天国への階段。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、上がった。ジャックナイフで体勢を変えて、さあどっちに行く。スロープ狙ってますね。成田匠、オーライ。さあ続いてはオッケー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 。ゆっくり自分のイメージを作って、さあいった。おお、そのままウィリーの状態であえて、おなんか一瞬見てはいけないものを見ましたが、多分みんな目の錯覚です。花粉症でみんな目がかすんでるだけです。さあいよいよ天国の階段、もう一回5段階、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、上がった。 Thank you! スーパーパフォーマンス成田凌、ありがとう。さあいよいよ頑張れよッシー。はい、ファンクラブ会員ナンバー1番決定です。さあ行きましょう、ヨッシーに大きい手拍子をどうぞ。カモン。はい、 OK。さあ、ヨシも難なく90度の壁、高さ約1メーター半ぐらいの壁を使ってきました。天国への階段、ステアウェイトゥヘブンも難なく通過。さあ、最後は何か大技持っていくのか。 OK、前には猫のままホールインダー、ためにもう一回大きい拍手をどうぞ。さあ、90度の壁です。さあ、もう一回、見えないけど見えないけども、みんなの手拍子で応援を送ってあげてください、どうぞ。カモン。さあまだ成田たくみね、あんまり後ろのスペースがないんでね、助走がないんですけれども、でも逆にあんな生身で見る機会はねないですよ。一番いい席です、あそこは。さあ真剣な表情になってきた。いっかないか。125cc、 しかも今日は借り物のバイクということで、さあもう一回もう一回、え、モチベーションが今日はない。はい。さあ、まあ、あのマシンのね、調整等もね、いろいろあるんですけどもね。さあ、りょうくんは、今年ベータのマシン 300cc、 マシンも親も一新しました。さあ、準備 OK、 スタンド OK、 ゴーカーブのカモン。はい、上がったー。見た、今前輪触ってないですよ。後輪だけリアタイヤを当てて上がってきました。別名たくみさん、時間の方はねまだちょっとあるんですけど、トライアルをね、まあ、ご存知のない方のためにも、あのベーシックなスタンディングスティルを体験できるコーナーとか今日長野の方でもあるんですよね。はい、そうですね、MFJ の、
ブースで、あのこれから、1時かな1時ぐらいから、ちょっと私が一応インストラクターを務めさせていただきながら、5名の方早いもの順でちょっと、スタンディングの体験と少し、まあ、レクチャーですね、それを、行いますので、ぜひそちらにも、お越しください。よろしくお願いいたします。はい、 MMJ ブースで、ね、この後、ね、体験できます。それからよし、世界選手権の話を、して4月の後半にですね、世界選手権が今年も、日本で行われます。じゃあちょっとその紹介を。そうですね、4月の27、28日に、スイミングもビギという、栃木県のサーキットで世界選手権が行われます。僕も日本人選手枠として、出場する予定なので、皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、ぜひあのファンクラブに今日入会したお姉さん待ってます。4月の27、28日ですね。はい、スイミングもテキリ世界選手権のもお楽しみに。そして、リョウ君、さっきもトライアルの話をしている中で、安全運転の、まあ、そのベース基本にもなるということでね、いろいろ世界を回ってきたリョウ君なんかにとってもオートバイの凄さ。そうですね、僕はもうずっとトライアル一本なので、あんまりなんかこうアドバイスできるかどうかわからないんですが、なんだろうな、ちょっと次回までに考えておきます。すいません、いきなり無茶振りした僕はいけなかったですよね。さあ、トレイルアカデミーの方もよくは、あ、そうか、ごめんなさい。はい、さあ、それ2回目のショーはですね、2時半から行います。3回目が4時半です。内容ももちろん変わりますので、1回目、ご覧になった方もお越しになってください。さあ、そしてですね、この後12時から皆さんの後ろのショー、どうもありがとうございました。では、無事に1回目のトライアルデモの方終わりました。繰り返しお客様にご案内申し上げます。皆さんの後ろ側の方で白バイ